渋谷駅と東急百貨店本店を結ぶ無料送迎バス、シティシャトル東急バス、淡島営業所が自宅運行無料送迎バスは、観光施設や商業施設、工場などが施設の最寄り交通機関と施設の間で、利用客や従業員を送迎する目的で、乗客から運賃徴収を行わずに運行される送迎バスの総称、シャトルバスの一つと考えられている。 日本国内で最初の無料送迎バスは1955年9月5日に青森県八戸市にあったシネコン専用劇場、中央劇場が市内サメ町中央劇場間に運行したのが初めてとされる。駅、バス停留所、空港、港等から施設までの距離が徒歩での到達では時間、労力を要する場合に運行されることが多い。 また施設もよりの交通機関が極端に少ない場合、交通の便が良い遠方の駅までの送迎バスが運行されることもある。自動車教習所、フィットネスクラブ、病院などが定期的に地域を巡る送迎バスを出して、来所の便利を図る例や、ショッピングセンター、病院、宿泊施設、健康ランドなどが集客の一環として、もより駅や近隣で、 乗降客数の多い駅まで送迎バスや送迎車を運行する例がある。宿泊施設によっては特急、または新幹線停車駅まで運行する例や都市部まで運行する例、宿泊者の便利を図り、テーマパークやスキー場などの娯楽施設への送迎バスを運行する例も見られる。競馬場や競輪場、競艇場、オートレース場といった公営競技の競技場で、 来場者の利便性を向上させるため、最寄り駅や近郊の主要都市との間で、無料送迎バスを運行する例がある。原則として、往復での運行だが、一部の競技場では往路のみの、運行や往路のみ無料、袋は有料、としている事例もある。また、サテライト、阪神など一部の遠隔地の、競輪場外車券売り場などでも運行するケースがある。 一部のスーパーマーケットでは公共交通機関が通っていない地域で高齢者など交通弱者向けに買い物バスとして運行している例もある。また自治体が高齢者や障害者向けの福祉バスとしての性格を有する送迎バスの例もある。送迎バスに用いられる車種は多種多様であるが施設自らが運行を行う場合はマイクロバスが用いられることが多い。 大きくても中型バスまでで大型バスは少ない。小規模な旅館などの場合、ミニバンやワンボックスカー等の普通乗用車を送迎バスと称して利用することもある。このような運行形態の場合、あくまでも施設に付随するサービスの一環であるとして、運賃収受を行わないことを理由に、道路運送法の旅客自動車運送事業とみなされず、使用される車両は、 自家用自動車となっており、運転者の運転免許も第一種免許しか持たない場合が多い。マイクロバスによる無料送迎バスの例またそれ以外にもバス事業者に運行委託して特定旅客自動車運送事業として専用の無料送迎バスを運行する事例も多く見られる。この場合は旅客自動車運送事業となるため使用する車両は事業用自動車となり、 運行には国土交通省の許可が必要になるとともに、運転にも第二支免許が必要となる。写真で例示した車両では、東急百貨店は、東急バス、ララポート東京米は、京成バス、ザモール水穂16は、西部総合企画、イオンモール、広島府中は、広電バスが運行を受託しているため、緑ナンバーとなっている。緑ナンバーの無料送迎バスの例また、 一般の路線バスにおいて、特定施設の最寄りバス停で乗降する場合に、限り運賃を収受しないという方法で、無料送迎バスとしての機能を果たす事例もある。都営バス品93系統では、通常は運賃先払い方式であるが、大井競馬場での競馬開催日を予備場外、発売日の特定時間に、大井競馬場バス停から乗車する場合に限り、 先払いの運賃を支払わずに乗車できる。先払い方式につき往路では無料にはならない。他にも2010年9月まで大阪府堺市内堺浜シーサイドステージを運行する南海バスの路線バスが平日朝を除き堺浜シーサイドステージバス停で乗降する場合に往復とも運賃が無料となっていた。同年10月以降は施設利用者に 袋のバス利用券を配布するという方式に変更された。バス利用券を配布する形態は、京都京阪バスも行っており、京都府常用市のスーパー銭湯、一級利用者が、近鉄新田辺駅と宇治田原町を結ぶ62系統の一級温泉前停留所を乗降する場合を対象としている。利用券は、一級のウェブサイトから印刷して持参する。また、 大阪府富田林市の PL 病院では、病院玄関前に発着する富田林駅からの近鉄バス、金剛駅からの南海バスの一般路線で、運賃無料とする取り扱いを行っている。玄関前で降車する際に運賃を徴収せず、病院玄関前から乗車する場合は、無料乗車証をもらい、降車時に乗車証をバスの回収箱に入れる。シンガポールでは、 恒例の年中行事となっているショッピングフェスティバルシンガポール大セールが開催される際、自動車による無料送迎サービスが実施されている。1955年9月4日付、ベイリー東北3面の中央劇場広告記事より、情報温泉1級の送迎バスが春日で南地域周辺を運行し、そのバスに地域の高齢者などが乗車できるようになります。 大阪市小野花区、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ 6bwvb ハット、交通のご案内。PL 病院、2020年12月21日閲覧。大ショッピングセール、26日から開催シンガポール。AFP、2017年5月1日閲覧。ありがとうございます。